はい、219回始めます。9月21日の今夜7時ぐらいですかね。ですね、 WTI の、原油価格86ドルに戻してきました。私はね、今年中にまた100ドル、原油価格目指すような展開あるんじゃないかなと思って買いポジション持ってるんですけどね。天然ガスもね、今日ちょっと上がってますね。2% ぐらい上がってるのかな。7.895 ってことで、で為替は今1ドル、143円ぐらいかな。ユーロドルが 0.99 ちょうどぐらいなんですけども、っていうような状況です。はい。で、今回ダイヤモンドオンライン載ってる記事、日本の労働力不足を、嘆く必要は全くないと、いうことを書いてます。本当かと。まあ私も割とそう思いますね。まあ労働力不足嘆く必要ない。まあ国全体がね、ちっちゃくなっていくっていうことでね、それに伴って高齢者の比率が上がってきますんでね、労働力不足、まあ、しんどいですけども、GDP の伸びない、あと一人当たりの所得が伸びないっていう苦しいのはあるんだけども、そこで移民とか入れる必要は私は全くないと思いますね。労働力が不足するっていうことは、まあ、その会社経営者、経営側から見れば大変なんですけど、労働者、働く側から見たら、なんていうのかな、働こうと思えばどっかしらで必ず働けますからね。はい。そういう意味でまず、ほとんど日本人の場合ほとんど労働者なんでね、勤め人っていう形で見れば、まあ、それが雇用形態が正社員であろうが、契約社員であろうが、パートアルバイトであろうが、私はあんまりね、もう気にする世の中じゃないと思う。正社員にこだわる必要はないと思うしね、私も今正社員じゃないですから、現に。で、結局、経営者側っていうのは、労働力不足、労働力不足って言うんだけど、労働力が不足してるんじゃなくて、安く働いてくれる労働者が少ないってことで嘆いてるんだよね。だから高く募集すれば、例えば時給2000円とか3000円とかで募集すれば、労働力不足なんていうのはあっという間に埋まるわけで、ただそれだと採算合わないから、もういくらでももう10円でも1円でも安く雇いたいっていうのが出てるから、労働力が不足してるってことで、安く雇える労働者が不足してるっていう意味なんですよね、日本でいう労働力不足っていうのは。これごまかしだと思うんですよ。で、まあ、企業経営者にとっては大変だけども、働く側にとってみれば、労働力不足っていうのはそんな悪いことじゃないですよと。で、高齢者の需要、これから医療とか介護とか本当に引く手あまただからね、多くの人手が必要となるんで、特に労働力不足っていうのは今後ね、大変なことになってくると思いますよ、日本の場合は。で、これにまあいろいろね、このダイヤモンドオンラインの記事、大体私も共感できるんですけども、そう、労働力不足ってあるのは賃上げ不足だからであって、賃金が上がれば労働力不足は解決すると。その通り、本当にその通り、安く雇いたいだけなんですよね、会社は。ただ今デフレもあってね、製品価格、製品とかサービス価格に転嫁できないから、まあ、人材を安く雇わなきゃいけないということで、安く募集してるから人材が集まらないだけでっていう形で、この今のデフレスパイラルやめば、賃金上げられる状態になれば、自然と労働力不足っていうのは多少は改善されるんじゃないかなと。まあただね、目先もこれから圧倒的に人材不足顕著になるのが介護関係ですから、私のいる介護関係っていうのは本当に大変ですよ、これから人材で。何が大変だ、これ、まあ給料安いとか言われてますけど、そんなことはない。もう他のね、業界の給料がどんどん下がってて、で介護関係の、まあ高くはないですけど、相対的にね、普通になっちゃったと思います、私は。だから介護業界の給料が安いっていうのは、これまやかしだと思う、私は。それよりも医療介護の現場における、もうどんどん人が入ってもどんどん辞めていくんだから、なんで辞めていくか、
まあ、その仕事自体、例えば高齢者で難しい人がいるとね、であと例えばですよ、あと何介護するのに、まあ、腰痛めるんですけど、結構高齢者を担ぐっていうかね、持ち上げたりね、移動させたりするのに腰痛めるんですけど、そうやって腰痛めてやめていく人とか、体が大変でやめていく人とかもいるでしょうけど、ほぼほぼこの業界は本当におつぼねモンスターっていうか、女性社会なんでね、女性中心としたその社会での人間関係でやられてって、心を壊して心を病んでやめていって復帰しないっていう人が結構いるんですよ。このね、本当に医療現場、介護現場、あと保育士さんなんかもそう、まあ、保育士さんの場合には私ちょっと同情する面がある。仕事は大変ですよ、長時間労働だし、子供だし、こんなこと言ったら本当にね、語弊あるかもわかんないですけど、子供さんね、怪我したりなんか熱出したりとかいう時は本当目離せないし、なんていうのかな、怪我とかさせるわけにいかない、高齢者以上に、うん、まあ語弊ありますよ、この辺はちょっとぼやかしておきますけど、ほんと保育士さんは大変。それでいて女社会ですから、保育士さんも同情する。うん、はい。で、医療現場もそうじゃないですか、人足んないとか言ってるけど、足んないんじゃないんですよ。看護師さんの免許を持ってる人ってたくさんいるんですけど、もういろいろ人間関係疲れちゃって嫌になっちゃって、やめて復帰しないと、で別の業界に就職するっていう人いっぱいいますから、本当にね、もうくだらない、なんていうのかな、人間関係って言ったら変ですけど、会社とか組織になると日本っていうのはね、本当共産主義みたいになっちゃいますから、社会主義みたいな感じ、誰かのねご機嫌伺うとか、お医者さんのご機嫌伺うとか、忖度するとか、もうで、あと嫁と姑じゃないけど気の強い姑みたいなのが本当幅利かせて、その人のいびりが始まるみたいな、そんな業界なんで、ね、本当くだらない、もったいない、だから人材が不足してるっていう面がね多いと思う、私はね、うん、この業界。まあいいや、それで足りないっていうのは、その労働力が不足してるんじゃないですよと、安く雇える労働者が少ないんですよっていうこと、要は賃上げ不足、うん、っていうことです。労働力不足は労働力過剰よりはるかに望ましいと、うん、確かにそう思う。労働力過剰よりも全然いい。労働力過剰だったら失業者で溢れますからね、うん、労働力不足という言葉は困ったことのように聞こえるが、企業経営者にとって困ったことなのであって、労働者にとっては望ましいことである。ズバリその通り。失業のリスクが小さくなる、失業のリスクが小さいし、賃金が上昇する可能性も高い。その通り。まあ上がってないですね。特にパートアルバイトといった非正規労働者の時給は上がりやすいだろうと。うん、その通り。まあちなみにこの私ね、パートアルバイト、契約社員、派遣社員とかですか。うん。と、あと正社員っていうのありますけど、これ日本の労働者はね、大きく分けると、いわゆる正規雇用者と非正規雇用、これしかないですから。正規雇用、非正規雇用、このパートもアルバイトも契約社員も派遣社員も一緒、うん、正社員じゃなかったら非正規雇用ですから、私はね、このパートアルバイトとか契約社員とかいうのは無意味、分けるだけと思います。はい。なんなら正規と不正規だってほとんど私から見れば大差ない。で、正規のメリットっていうのはほとんどない。まあ、ボーナスが出るっていうのはありますけど、正規雇用の場合は。で、ボーナスがない正規雇用だってたくさんいるわけで、ボーナスが出せない会社なんて今5万とあるわけでね、そこに行くとね、正規雇用っていうのはね、本当にね、会社に身を捧げる、うん、それこそ前時代的な人たちがやればいいだけだって。私は今はね、別に非正規だからって全然気にする必要はないっていうスタンスですね。うん、不況になったら切られるっていうのはあるのかもわかんないですけど、業界によってはね、不況になっても全然、それから仕事を選ばなければ、うん、いくらでも雇用っていうのはある。これは日本は恵まれてますよ。選ばなければなんとかなるっていうことの、素晴らしさ、これ選ばなければあるでしょって、
選ばない、素人選んでるわけじゃないのに全然ないよっていうところ結構ありますから、国でも、うん、貧しい国なんかそうですよね。もう何でもいいからやりたいってもその何でもがないんだからっていう社会っていうのは結構ありますんで、私は結構日本はなんだかんだ言って恵まれてると思いますよ、うん、っていうことかな。ダイヤモンドオンライン、まあざっくり言うとこんな形ですね、こんな内容です。うん、労働力不足っていうのは今の日本のいうところの労働力不足っていうのは労働者の数が不足してるんじゃなくて安く雇える労働者が少ないってことです。賃上げが全然不足してるってことです、うん、企業経営者から見たら労働力不足は大問題、すごい問題だけど、労働者側の立ってみれば好ましい、むしろ好ましい、うん、仕事はあるわけで、うん、失業するリスクは下がるわけで、ただ賃金が安いっていうだけであって、ここが一番のネックですよね、今日本経済の、うん、賃金がとにかく安い、非正規だろうが正規だろうが安い、うん、少ない、うん、ただもう総中流から総下流、うん、もう1億総中流なんて言われてたのはもう昔の話であって、だからもう一家の 大黒柱の お父さんがね働いてきて一人で一家養うっていう時代ではないっていうことですね。結婚してればもう共働き当たり前、独身のシングルだったらね、もう家賃払って光熱費払ったら、あと身の回りの食費とかスマホ代とか払ったらもう貯金もできないよっていう感じなんで、まあ私はねこんな世の中だからむしろ結婚した方がいいと思うんですけどね。まあ他の回でありますけども、結婚したくない、しない、するつもりないっていう人が増えてるみたいですけど、まあ219回、うん、はちゃめちゃになりましたけど、こんな感じです。労働力不足は嘆く必要はありませんということで、ここまで見てくれたあなたは本当に素晴らしいです。なかなかいらっしゃらない、うん、だいたい30秒ぐらいでいなくなりますから、ここまで見てしまったあなたはもうチャンネル登録するしかありませんので、よろしくお願いします。失礼します。